皆さまこんにちは東中野根らです今年も2021年も残り少なくなってきましたねで今日は久しぶりに四肢文禄のお話をご紹介したいと思います四肢文禄って名前聞いたことありますか文禄の六っていうのは文豪の号の号文豪より一つ上ということで六 という文禄というペンネームです。で、料理話の三大達人としてあの非常に有名です。三宅卓マグス、三宅卓マグス、司 <coughs> 書文録、司書文録、それから荒畑勘三、荒畑勘三がこれが三大達人と言われています。で、文司書文録は非常な趣合でした。 でアラハタカンソンって馴染みがないかと思いますけれども、韓国料理に詳しいということで入国料理も楽しんでしまうというアナーキストでした。明治の時代は時代の代わりでいろんなそういう社会運動をしている人たちがいっぱいいましたよね。で詩詞文録は会話が巧みで題材が新しく一作ごとに奇抜な思考があって。 文明批評の目が鋭いと言われていますそのため時代の人気者にはなりましたけれども文学史には名前が残らなかったということで有名です流行作家の宿命と言われていますで、大好きな食べ物は寿司と豆腐寿司と豆腐京都の精進料理東京の和食の一流店を片っ端から回って またパリ料理案内となるとトゥール・ジョルダンの鴨料理ラ・リューのフォアグラボアザンの伝統料理梅の木の柿と伊勢えびといった一流料理から下町円安食堂で出す野菜煮にはが大好きでした。そののの今一番食べたたいもととしてひじきと油揚げの煮たの 前ンにの似たの切り干しの似たのナっパの似たのと挙げていましたややこしい味覚をかき切るというところに四肢分録ならではの腕があり植民随筆は力技でだ射達であったと言われています有名な作品がいっぱいありますけれども 55歳でてんやわんや55歳でてんやわんや57歳で自由学校自由学校63歳から大盤大盤66歳でバナナバナナこれが代表版となって映画化されていたということです。で50過ぎてからいろんなことがことごとく順調で徳川あの有名な徳川無世 と比べて、蓄財部量無勢一億。分力二億と言われているぐらい。噂もあって。最後は文化勲章も受賞しました <coughs>。時代の人気者にはなりましたけれども。文学史には名前が残らなかった。ということです。で、な、あ、食に関しては仲間内の久保田万太郎と。 障壁であった久保田万太郎っていうお芝居の好きな方はよくご存知だと思うんですけれども食い地は文力の方がはるかに勝ったと言われています。で実生活では57歳で3回目の結婚をして長男厚男が生まれたのは60歳の時60歳の時長男厚生がままれています職だけでなく勢力もまた絶倫であった。 とというこでで有名です植民随筆が東大一でありつつ人気作家でもあったで毎日新聞の念願や朝日新聞に「手入れ中学校週刊朝日に大判読売新聞にバナナ」と執筆をしていました <laughs> 文学座を作った人でも有名ですよね。であの 実名ほんのとんとの名前は岩田豊って言うんですけれども岩田豊っていう名前では明治大学の文芸科講師として知られていました岸田国士が岸田国男が明治大学文芸科長になった時に演劇科ができて同僚に小林秀夫里見豚欲光利一船橋誠一紺秀美等がいました。 その頃明治大学の三期人は「無郎再生無郎再生萩原作太郎萩原作太郎」萩原太郎と獅子文録と言われて誰とも口を引かず授業が終わるとさっさと帰ってしまったという青年時代です。で翻訳家で劇作家で演出家の岩田豊夫が実は獅子文録と同一人物であることは最初の23年は世間でほとんど知られていなかった。 それを知った友達たちは仰天びっくり仰天しました世の中に大学で教鞭取りながら書いたっていう有名な夏目漱石がいますよねいろんなものを食べたんですけどもキントン鍋料理柴又の草餅鹿児島の 酒寿司フランスの野菜料理鮎ア,アイスクリーム、そうめん栗が登場します。鮎とそばを好んだ。文禄は60歳の頃、鮎と蕎麦湯そばくうて、我が老い、養わんという句を区を読んでいます。 ペンネームの、しし分禄なんですけれども。文豪夜一つ上、という意味で、しし分禄、ということです。酒がお酒が大好きで、ようと大立ち回りにな。で、酒場の、銀座の酒場で、小林秀雄と口論になったこともあります。というような人です。合法来楽に。見えても。悩み大きい人でもありました。 作家は悩みががななないとなかなかいいとかかものが残せませまんよねというようよよな文録でしたよく食いよく飲み金にうるさく食に貪欲であった文録の方がりと回り上の怪物であった人嫌いですぐ幻覚症になるという文録の資質も貪欲なる男が力余ってのことと察すれば納得がいくとこの作者は書いています。 小説の主人公は全て文禄と反対の人物であるという彼のコメントです以上簡単に趣旨文録をご紹介しました何か縁があったらぜひお読みになったらいかがと思います 明日浜辺をさまあよえば昔のことぞしの する波も。東中野の柔がお送りしました。ニコニコ、元気にのびのびとがモットーです。来週はちょっと変わった。あの趣向にしたいと思ってます。お楽しみに。では、皆様ごきげんよう。さようなら。バイ